こんにちは、清明祭です。今回は、ね、アフィリエイトで失敗してきた過去を語るコミュ障ということで動画を撮っていきたいと思います。まあ、僕ね、大学時代にね、まあアフィリエイトのまあジャンルでね、まあ2つね、まあ挑戦してみたんですよね。はい。で、まあそれで、まあ失敗したんですけどね。はい。で、まあ1つがね、まあポイントサイトのまあアフィリエイトですね。はい。まあ友達紹介。で、なんか、紹介した分の、まあ、何パーセントかが、なんか、入るみたいな感じの分を、まあ、ブログで、まあ、無料ブログでね、まあ、作ったんですけど、まあ、一件もね、まあ、紹介できなくて、結局撤退したっていう、まあ、感じでしたね。はい。確か大学、2回生か3回生ぐらいの時だったと思いますね。はい。まあ無料ブログでね、まあ作ったんですけど、まあ半年ぐらいやって、まあ全然、もう1日のアクセス数がまあ1桁とかで、まあそれがまあずっと半年ぐらい続いて、で、まあ結局諦めて、まあ撤退してやめたっていうまあ感じでしたね。はい。で、まあその次、まあ大学3回生か4回生ぐらいにかけて、まあ半年ぐらい、やったのが恋愛系のアフィリエイトですね。はい。まあこれはね、まあ実際、まあ前回の反省を生かしてというか、まあ無料ブログじゃなくてね、まあ有料の、まあワードプレスでね、まあドメインとか、まああとサーバーのね、まあ費用も払ってね、まあ結構、まあ本格的にというか、まあそういう感じで作ったんですけどね。まあこれも、まあこれはね、まあ順調にというか、まあ最後半年ぐらい経って、まあちょうどまあ辞める時ぐらいなんですけど、まあ収益がね、まあ発生したんですよね。はい。まあ一件だけ、まあ発生して、で、まあ恋愛系のね、まあアフィリエイトっていうのは、まあ結構、その一件あたりのね、まあ額がまあ大きいんでね、まあその時は結構嬉しかったんですけどね。はい。まあその時はまあちょ少しね、まあアクセスもまあ伸びてきてたまあ時期ではあったんですけどね。はい。で、まあそれからまあ続けていってもよかったんですけどね、もう一気になんかモチベーションがその後なぜか下がっちゃったんですよね。はい。で、まあ一件だけだとまあ最低間金額にはまあ到達していないので、まあ結局ね、まあ一件しかまあ取れずに、まあ換金もね、まあやっぱりできずにね、まあ結局それもまあ撤退したんですよね。はい。で、まあ恋愛系のアフィリエイトっていうのはね、まあ、まあ僕なんかはもう、まあもちろんね、まあその創作でね、まあ自分でまあ作り話というか、まあそういう感じで作ってたんですけどね。はい。まあその実体験にね、やっぱり基づいて、まあ記事をね、まあ書いていければね、まあ結構の伸びて、まあ伸ばせるんでしょうけどね、はい、まあアクセス数もまあ伸びていくんでしょうけど、まあやっぱり作り話というか創作だとやっぱり読者の人にもね、やっぱり見抜かれてしまって、まあ伸びないっていう部分がやっぱりあると思うんですよね。はい。で、まあ今後ね、まあ僕もそのネット収入っていうところでね、まあその増やして、まあ少しずつね、やっぱり今後増やしていきたいっていう部分はあるんですけどね、まあ恋愛系のね、まあアフィリエイトに関してはまあ今後まあもう一回挑戦するっていうことは多分ないと思いますね。はい。まあやっぱり創作の記事しかやっぱり書けないと思うんでね、まあそれでやっぱり収入を増やしていくっていうのは多分厳しいと思うんでね、まあ恋愛系のアフィリエイトはまあないかなっていうふうに思ってて、で、まあ、ポイントサイト系のね、まあ、アフィリエイト、まあ、友達紹介で、まあ、稼ぐような感じのアフィリエイトは、まあ、もう一回ね、まあ、ちょっと、有料のなんかその、まあ、ドメインと、まあ、サーバー取って、まあ、あと、ワードプレスでね、まあ、サイトを作っていってね、まあ、やってみたいなっていうふうに、まあ思うんですよね。はい。まあリベンジというか、まあそういう感じでやって、まあどれくらい、
稼げるかっていうのは、まあやってみたいなっていうふうにはまあ思っていますね。はい。まあそれ以外にもね、なんかその高単価っていうか、結構その単価のね、高い、まあジャンルのね、まあアフィリエイトが、まあ、あればね、まあやってみたいなっていうふうにはまあ思っていますね。はい。まあ今はね、まあ実際そのアドセンスだけに頼っているような状態で、まあこのチャンネル以外にもね、まあもう一個2個ぐらいなんかチャンネル作りたいなっていうふうには思っているんですけどね。はい。で、まあそれ以外に、まあアドセンスとか、まあアフィリエイト以外にもね、まあネット関係でね、まあ何か稼げるようなところというか、まあ月1万2万でもね、まあ稼げそうなところがあればね、まあ挑戦してみたいなっていうふうには、まあ思ってはいますね。はい。まあそのポイントサイトとかね、まあそのアンケートサイトをのなんかその、まあ、ちまちまやっていくというか、まあ、ちまちまそのポイントをね、まあ、普通に貯めていくっていう、まあ、感じ、まあ、例えばそのアンケートサイトだと、まあ、アンケートに答えていって、まあ、貯めていくっていう感じだと、まあ、全然ね、まあ、稼げないというか、とは思うんでね、まあ、そういうやり方じゃなくてね、そういうやり方じゃない方法でなんか、まあ、ネット関係でね、まあ、やっぱり収入を増やしていきたいなっていうふうに思っていますね。はい。まあ、そのところですね。あと、まあ、YouTube のね、まあ、6月からまあ収益化、まあ、開始したわけですけど、まあ、またね、まあ、銀行に、まあ、6月分のね、まあ、収入が、まあ、YouTube からのね、まあ、収入がまあ振り込まれたらね、まあ、またご報告しようかなというふうにはまあ思っていますね。はい。はい、終わります。